はい、皆さんこんばんは。太陽チャンネルです。はい、ということで今日は7月発売のトミカの開封の続きをしたいと思います。の多いな。前回こちらの方を大量購入してきたんですけども、なんとこちらの3種類も追加購入してきました。どこ行くのそれ？うん、畑作るの。へえ。行ってきます。1つ目がトイザラス限定のトミカとイオン限定のトミカ、そしてラストがタカラトミーモールの限定トミカになりますね。こちらの方はもうすでに数量限定で、もう通常では購入できないみたいですね。ということで7月はかなり多いですね。ひとまず今日はまあ第2弾としてこちらの通常のトミカの方を開封したいと思います。はい、くれ、1台目はこちら、スバル WRX STI タイプ S になります。はい、はい、1台目はこちらになります。はい、こんな感じですね。こちらの色が、ボディのカラーがかなり綺麗ですね。かなりかっこいいです。2台目、はい、2台目ですね、スバル WX STI タイプ S の初回特別仕様ですね。先ほどの色違いです。はい、あ、黒かっこいいじゃん。はい、初回特別仕様はこちらになります。かなりかっこいいですね。色も、なんていうんですかね、このキラキラしたような質感ですよね。ブラックメタリックっていうんかな、こんな感じです。欲しいんです。あ、欲しいですか。買ってください。考えとくね。一つ残念なのはこちらのウィングの方がプラスチックになってますね。この部分だけがちょっと残念です。ちなみに可動は両方ともサスペンションとボンネットの開閉ですね。あ、ちょっとしか上がんない。こんな感じ。参考までにかなり昔に出たこちらのインプレッサとカラーが全く一緒ですね。3台目。はい、3台目はトヨタ車体コムスになります。はい。あ、めっちゃ綺麗な色それ。開けた。うん。はい、ラストはこちらになります。非常に可愛いですね。はい、こんな感じですね。ちなみに可動は後ろの荷台の開閉になりますね。トミカ集めてる方はぜひぜひなんか買ってほしい1台ですよね。こちらはなんでかわかんないけど。はい、ということで今日はこちらですね、スバル WRX STI のタイプ S の通常版と初回特別仕様とトヨタ車体コムスの方を開封してみました。通常のトミカでこちらの方は未だに店頭に並んでる可能性があるんで、気になった方はぜひぜひ買ってみてください。はい、ということで今日の太陽チャンネルはここまで。じゃあね。じゃあね。